さあ、皆さんおはようございます。おはようございます。バイブルワークショップの聖書釈義マルコの福音書ですけれど、早いものでもう今日何回目、4回目ね、どんどん進んでいくはずなんですけれども、言葉にこうつまずくとなかなか読み続けることができないようなことがあるので、今日も一緒に楽しんでいただけたらと思いますけれども、ことを祈りして迎えてみましょう。恵み深い天の父なる神様、こうして私たちを集めてくださって、共に御言葉の奥義を学ばせてくださっていることありがとうございます。どうぞこういう学びが私たちを霊的に整え、決して霊的に傲慢なものになるのではなくて、本当に何も知らないものだということをさらに深く味わいながら、あなたに従うものとさせてくださいますように心からお願いします。そしてあなたから学んだ事柄を丁寧に生きることができるようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日も皆さんにテキストをお配りしましたけれど、1枚目が塚本役によるマルコの4章ですね。そして2枚目からが4章のマルコの福音書の4章の私の礼拝メッセージです。10枚ぐらいあるんですけれども、これ私読み直してみてですね、結構いいこと言ってるかもしれないとか自分で言っててですね、もしかしたら今日の私の喋る講座がどうであれ、これを持ち帰っていただいて行く読んでいただくとですね、なるほどって分かる部分があるかもしれませんので、ぜひぜひ楽しみにして読んでいただきたいと思います。実はこれ、まあ、これをみんなで読むだけでもいいかなと思ったんですけれども、それじゃあまりにもなんか、こう面白みがないなと思って、語らせていただこうと思うわけですけれども、マルコの福音書の第4章今日私はここに小さくされた人々のための福音という、本田哲郎という神父が訳した福音書をちょっと持ってきているんですけれども、ある面非常に分かりやすい面があって時々参考にしようとは思いますけれども、とりあえず最初に新教約聖書でちょっと読んでおきたいと思います。最初の段落まで。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろ教えられ、その中で次のように言われたという、この4章の頭の部分です。それまでどういう状況かというと、イエス様が行くところ行くところには大勢の人たちが集まってきたというのがありました。それこそ大群衆がちょっとこうパニックを起こしそうな状況で、つまりイエス様に触ってもらいたい、イエス様にとにかく何かしてもらいたいという思いで押し寄せてくる、もう自分のことで精一杯の人たちがいっぱいそこに集まってくる、食事をする暇もないほど、いる場所もないほど大勢の人が集まってくる。そしてその反面、ユダヤにおける宗教指導者たちは非常にこうカリカリしていて、イエス様をなんとか陥れようとする、なんとか言ってはいけないことを言わせようとさせるという、まあ、悪意に満ちた集団が、まあ、もう一グループいるわけですね。でそういう中でイエス様が何を語るかというのは非常に興味深いわけですけれども、今読んだところ、イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、という表現、腰を下ろして教えるというのはその当時の教師の一つの形でした。座って教えるというのはその当時の教師の、まあ、典型的な教え方だったんですけれど、でおびただしい群衆が集まってきて、もうどうしようもなくて湖の方にこう船で出かけていくという、でそこから話をするというパターン。実はですね、大勢の人々がイエス様に触れたい、触れてもらいたい、直接こう手を伸ばして触ってもらいたいという熱意を持ってそこに集まってるんですけれども、そういうことをやって一人一人と関わっていても、そこに集まってる人たち全員を整えたり
助けたりすることはできないわけですね。である意味でイエス様はそういう人々が自分のところにやってきて触れてもらいたい、そういう気持ちをよくご存知でありながら、あえてイエス様はその人々に向かって教えようとなさる、言葉をかけようとなさるんですね。イエス様に触れられるというのは一瞬ですけれども、イエス様の言葉がそこに届いて、その心にしっかり届いたら、それは永遠にとどまるという出来事になるわけで、イエス様はその奇跡を起こして癒すということよりも、むしろ人に教えることで、言葉を託すことで神の真理をその人たちに分かち合うという形を重んじておられます。ですから決してその奇跡を見せればいいやということではなく、奇跡の背景にある神の心、神の愛、神の力、そういうようなものをこう提供することで、人々が直接触れることができないところに身を置いて、そして聞きなさいとこう語るわけですね。耳のあるものは聞きなさいというふうに語る。よく聞きなさい。種をまく人は種まきに出ていった。まいてる間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこには土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いなので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。これは最初のパラグラフですけれど、よく聞きなさい、あるいは耳のあるものは聞きなさいという言葉がこの章には何回か出てきます。耳のあるものは聞きなさいって、耳がない人がいたわけではないですよね。みんなそれぞれ耳があって聞いてるはずですけれども、ここでの意味というのは、その語られた内容を深く理解し、語られた内容をしっかり心に留めるという聞き方をここで求めているということになります。面白いことに、耳があっても全く内容が通じないという場合があります。例えば説教者や講師に対して悪意を持っている場合には、そのメッセンジャーが語っても、ほとんどそのメッセンジャーの言おうとすることはその人たちの心には届きません。悪意を持っていたり、あるいはまた逆に自分の内側でさまざまな諸問題がいっぱいあるときには、人の話なんか聞いてられないですね、落ち着いて。だから例えば私がいくらここで話をしていても、すっごくお腹が空いていて、お昼何しようかなってそれで考えていたらですね、もうほとんど今日のこのレッスンはですよ、何にも残らない、行ったっていうだけでですね、あんまりこうなんていうか残らないものになるでしょうね。でそういう意味では、この聞く耳のあるものを聞きなさいというのは、聞く側がある状況にこう整えられないと伝わりませんよっていう意味もあるわけ でその内容ですけれども、これ有名な話ですよね。種まきの話、種をまく人は種まきに出ていった。そしてまあ道端に種が落ちる、石地に種が落ちる、茨の中に種が落ちる。でそういう種は食べられてしまったり塞がれてしまったりして枯れてしまう。しかし良い土地に落ちた種は芽生え育って実を結び、30倍60倍100倍にもなったというストーリーです。イエス様はここで何を語ろうとしているんだろうか。実はこの説明についてはこの後の方で弟子たちがこうやってきてですね、説明を受けるわけですけれども、人々にはここしか語られないんですよね。だから本当に分かる人には分かるけど、分かんない人にはさっぱり分かんないという話だったと思います。なぜ例えを使わなければいけなかったかというのは、いろんな理由があるんだと思いますけれども、一つにはイエス・キリストは極端なほどに、ここからあと自分がメシアであることとか、自分が神の一人子であるとか、そういうような事柄について口を閉ざしています。直接自分が救い主であるという事柄について彼はほとんど語ってない。そして例えという形で神の国を教える、
例えという形で自分のしようとしている事柄を教えている。そうすると例えですから、ある意味ではこう直接それを言ってるわけではないですから、反目が起こったとしてもそれは宗教的にこうお前神を冒涜しているということにはならないわけですね。でそういう意味では非常に知恵といいますか、知恵が用いられたと思います。でこの種まきの話ですけれども、これは種をまく人の話というふうに理解されています。種をまく人の話、種をまく人は、まあ、その当時はこう普通日本の畑だとこういう真っ赤だったのはないと思いますけれども、日本の場合は大抵畝を作ってこう種をこうやってるわけですけど、向こうの場合はですね、ブワーッと巻いてるわけですね。ね、うん、どこでも、だからこの種はどこでも飛んでいくわけですけれども、道端にとか石地にとか茨にとかありますが、時々これはただ単にそういう心じゃいけないんだよって言われたりすることがあるわけですけれども、そういうことではなく、実を結ばない種があったとしても、そしてこの種は実に貴重なもので、この種が実を結ばなかったらもう来年は全く生きる希望がないと思うほど重要な種だとしても、種をまく人はその種まきをやめないのだというメッセージがここにある。この種はもし失敗してダメになってしまったら、もう来年のそれこそ食料が期待できない、自分の生活、自分の命が期待できない、そういう状況にあったとしても、種をまく人はまき続けるではないか。イエス・キリストがいろんな人からの反目がある、いろんな人からの批判がある、そしてちょっとヒステリックな群衆が押し寄せてくる、そういう中でも御言葉を語り続けるという姿勢と、この種をまく人の姿勢はダブルのです。この種というのは福音ですね。神の国の福音、神の国の福音はどんな人にも聞こえるところで、どんな人がいようとそこに集まっている人たちがきちんと耳にできる形で提供されている。そこから先はその人たちの心の在り方でいかようにも変わっていくということなんですね。つまりイエス様は最初からお前には教えないとか、そういうことじゃなく、大事なメッセージはきちんと語っているのです。ただあまりにも具体的なことを言えば言うほど悪意を持っている人たちは、それこそそれをですね、こう取り出して、こんなこと言ったと言って騒ぎ立てる。で騒ぎ立てられて困るのは何かというと、イエス様の最終的なゴールは十字架にありましたので、その十字架が妨げられないように、そこまでしっかり教え続け、そしてある意味で十字架に到達するというのはイエス様のこう生き方といいますか使命だったわけで、それが妨げられないように例えを使って話をした。で最初のこの種をまく人の例えというのは、枯れてしまう種があるとしても、その種の成長を信じて種をまく人はこうまき続けるのだ。そして良い土地に落ちた種は30倍60倍100倍にもなるのだ。そういうその期待を持って種がまかれている、期待を持って種がまかれている。説教というのは面白いもんで、ある人は恵まれましたとおっしゃいますし、ある人は全く分かりませんという人もいるし、いつものあれですよねという程度の理解の方もいらっしゃるし、聞く人によって全然違うんでしょうね。それでも福音は語り続けられなきゃまずいんですね。これは人間的なことを言うとそんなに簡単なことではないんですよ。パウロは迫害されても語り続けました。どこかに良い土地、神様がもう備えてくださった良い土地を持ったといいますか、心が良い土地になっている人たちがいると信じて、彼はいろんなところで語り続け、いろんなところでバッシングを受け、いろんなところで投獄され、
でも彼は語り続けたんですね。イエス様の言い方はそういう自らを福音を神の国の福音の到来を告げる、それを語り続ける、教え続けるということのためにあるのだということがこの例えの中に教えられているように思います。福音が語られるときには間違いなくある人にとってはそれはこう反目を生み出すといいますか、みんなにとってよかったねというだけの福音というのはほとんどないと言ってもよい。ある人はそんな簡単に救いがあるわけないでしょっていう思いで聞く人がいる。いや他にもいくらでも救い主っているんでしょという思いで聞く人もいる。つまりね、聞く耳が整えられて聞くことができるというのは実に幸いなことで、そういう意識で聖書にこう聖書の話を聞きながらなんかこう、はあ、よかったなとか嬉しいなとか思えるというのはそれ自体大きな大きな恵みと言っていいと思います。全ての人はどんな人でもこの話を聞いたら感動して、どんな人でもこれを聞いたらイエス様を信じる、そんなことはないんです。そんなことはない。イエス様がお話になったって人々は反目して殺そうとすることだってあるわけですから、福音は常に両刃の剣のような意味合いを持っていて、ある人にとっては心を潤す神の言葉、ある人にとってはとんでもなく心がざわつくような自分の心を煩わすような言葉として届くに違いない。そういう意味では種がまかれるけれども拒否される、否定されるということは最初から予測想定の範囲内として語られています。で10節から例えを用いて話す理由というのが語られていて、イエスが一人になられた時12人と一緒にイエスの周りにいた人たちが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。これだけ読むとですね、なんか最初からじゃあなんかね裁かれる人決まってるわけみたいなイメージがあるんですけども、これ訳し方がいろいろあってですね、こんな風にこの本田神父の訳した訳ではこんな風になってます。聞いてくださいね。仲間だけになった時イエスの周囲の者たちは12人と一緒にいろいろな例えについて尋ねた。イエスは言った。あなたたちには神の国の神秘が働いている。しかし神の国の外に立つあの人たちにはいつも全て例えで話す。あの人たちは見えているのに見ようとせず、しっかり聞いているのに心に感じて共に立とうとせず、いつまでも立ち返って神の許しを受けるに至らないという訳になっているんですね。つまりね、神の福音が語られる、例えば例えで語られた場合、ある人はそれを聞きながら、ああ分かってる分かってると言って、まあ、まともに受け取ろうとしない人たちがいるということですね。ある人は本当にまともに受け取ってどういう意味なんだろうと考えながら、イエス様どうぞ教えてくださいという思いでさらにイエス様に近づこうとする、精神的にね。でもある人は、あもうそんな話は分かってますよという思いでこう分かったつもりになってしまっている。でも分かったつもりになっている人はね、本当のところ悔い改めるということが、神の前に立ち返るということがなかなかできないんですよね。分かってしまっていると思った瞬間にもう一人も私は上だからという意識を持ってしまっているので、とても素直にこう神様に許しを請うということはなかなかできない。私はあの人にちょっと上だなとか、私はあの人よりもやっぱり分かってると思うよとか、なんかそういう比較の中に生きているので、残念ながらイエス様の言葉を借りると、その立ち返って罪の許しを受けるに至らない人たちなんだよという、例えであったとしてもそれを本当に心の中に親身に受け止めた時、神への悔い改めが出てくる。あ、自分はやっぱりずれてたんだな、あこのことについては感謝すべきなんだなということを気づく部分がいっぱいある。でも分かってしまっていると思っていると感謝もなければ
悔い改めもないということが起こりますねということですね。そして、まあ、弟子たちがそして仲間たちがどうも分かんないなイエス様だとよってぐずぐず言ったんでしょうね。そのこと、13節からその説明があります。またイエスは言われた。この例えが分からないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。こういう文章を読むとなんかホッとするわけですね。イエス様の弟子たちでも一緒にいた弟子たちでも分かんないこといっぱいあったんだなと思うとなんかちょっと安心するわけですけれど、種をまく人は神の言葉をまくのである。道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉をまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼にまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまくとすぐ喜んで受け入れるが、あ、ごめんなさい、石だらけのところにまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのであるという説明があります。ある学者はこれはもともとイエス様が教えたことではあるかもしれないけれども、教会の中でのこの教会の中でのこう教えとして、こう語り継がれたものの説明文なのだろうというふうに、語る学者たちがいます。イエス様はもしかしたらそういうことをわざわざ教えないでそのままだったのかもしれないというふうに考える学者もいるわけですけれども、まあ、ここに説明があって、種をまく人は問題ではない、御言葉も問題ではない、問題は聞くけれどもそれを受け入れないという心にある。聞くけれども その言葉その内容に心を開かないという、そこに問題があるというようなメッセージになりますね。でサタンがやってきて奪い取るとか、あるいは根がないので、困難や迫害、艱難が起こるとそれを捨ててしまうとか、つまずいてしまうとか、あるいはこの世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込んで御言葉を塞いでしまうと実りがないですねというメッセージ。これは基本的に私たちの日常の中でこうある程度こう経験できる事柄ではありますね。礼拝があるときにはとても楽しく、礼拝の御言葉がとてもなんか新鮮に心に響くことがある。でもある事柄が起こり始めると、なんとなくそういう話が、あるいはイエス・キリストの言葉がこうそらそらしく聞こえてくるという、聖書の言葉がなんとなくこうそらそらしいものとしてしか響いてこないという状況があります。そういう場合にはね、おそらく自分の中に本当に聞く耳を持ってそこにいるのかどうかというのをチェックしてみるといいですね。聞く耳を持ってそこにいるのかどうか、で実はこれすごく大事です。それを放置しておくとどん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 つまらなくなっていくんですよね。不思議なことにどん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 つまる、でどん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 分からなくなっていくんですよね。私はオーストラリアに行って2年目にクリスマスの時、クリスマスはあまりいい思い出がないんですけれども、クリスマスの時にボーダータウンという町に行っていて、そこでまあ長い、クリスマスの頃は向こうは夏休みですから長いんですけれども、農場で働いていたんですが、その地域にとても私のとてもとても尊敬している牧師がいて、メソディスト教会の牧師だったんですけれども、私は本当に彼の説教大好きだったんですね。それで午前中は別の教会に行って、夜は彼の教会に行って彼の教会のクリスマスに出たんです。で彼がメッセージをする前に、まあ若者のための牧師っていうのがいて、で若者のための牧師が、まあ、若者に向かって説教してたんですね。で私は2階のこのバルコニーの部分に座っていて、で新学校の2年生だったんですけども、何をやっていたのというと、この若い牧師の説教をですね、ノートを取りながら、
俺らああいう話しないなみたいな、ね、もうちょっと言い方がありそうなものだ、結構生意気にですねこう批判してたんですね。私説教批判好きでしたからね、その当時ね、こういう言葉使ってもわからないじゃないかみたいなね、私にわかる説教してもらいたいみたいな、なんかそういう、いろいろね結構ね辛口の批評をして、そこにいたんです。でだんだんこうなんかこういい気になってじゃないですけども、生意気なことをこう考え始めたわけですが、その時にね私ね神様に語られたような気がしたんですね。別に声が直接聞こえたわけではないんですけれども、心の中にお前はここに何しに来ているのだと、説教を批判しに来ているのか、それとも私を礼拝しに来ているのか、お前はここに一体何しに来ているんだ、巫女イエスキリストが誕生したことを喜んで歓迎するために来ているのか、それとも説教に文句を言うために来ているのか。私はそれから説教をメモすることをやめたんですね。もちろんメモしていいんですよ、皆さんメモしていいんですけど、私は自分でオーストラリア、その時からオーストラリアの学校にいる間に礼拝に行って説教をメモすることをやめたんですよね。別のことを考え始めるんですね。やっぱり御言葉に集中できなくなるんですよ。他の時間にこう一生懸命参考書を見たりして、あここだよこう言ってるし、そこは大いに結構なことですよ。ただメッセージが語られる時にはね、メッセージ一つ一つに集中するということがないとなかなか心にストンと落ちないんですよね。不思議なことだなと思います。弟子たちはイエス様の言葉を聞いて分からなかったんですね。でイエス様はここで説明しているわけですけれども、種をまく人がいて、そしてきちんとした種で命の元となる種がきちんとまかれているけれども、そしてその人たちはその言葉を耳にはしているけれども、耳にはしているけれども心の中にそれを受け入れないようにバリアを張ってしまっている。それはさまざまな理由があるかもしれない、さまざまな理由があるかもしれないけれども、神の御子が宣言し神の御子が教えに来たということであるなら、その人の言葉に注目し、その人の表情やその人の背景やその人の立ち振る舞いやその人に集中して分かろうとする心がないと時間をとてももったいなく過ごすことになるんですよね。例えば天皇陛下が何かお言葉を語るとき、メモしてる人はいないですよね、まあ、新聞記者はきっとメモするかもしれませんけど、でもそれはやっぱり聞き漏らすまいとするからでしょうね。イエス様はここでね、群衆たちの中にもいろんな人たちがいることを示唆し、群衆たちの中にも良い土地の人たち、良い土地を持った心の人たちたくさんいることをイエス様はご存知なわけですけれども、種をまく人が種をまき続ける、心がどういう状況かによってその種が生きることにもなり死ぬことにもなるというメッセージがここで語られます。ただ最終的には種は芽を出して大いに成長し大いな喜びを種まく人にもたらすのだということを語っているので、中には、例えばそれはイエス様を信じている人たちの中にもこう茨あるいは石地あるいは道端、そういう心にたまたまなる人もいるかもしれないけど、でも最終的には神は実りをもたらすお方だということがここに語られている。極端なことを言えば、私たちはその日その日その時その時の御言葉の聞き方によって、ある時には種が道端に落ちたような心の状態になることもあるし、ある時には石地に落ちた種のようなそういう聞き方をする場合もあるし、茨の中にまかれた種、そういう聞き方をすることもある。一人でもうこの4つのパターンというのは自分の中で繰り返し繰り返し、いつも同じじゃなくて繰り返し繰り返しこれをね経験されるものなのかもしれないなと思うんですね。1年に30数回の礼拝があって毎回同じ気持ちで聞ける人って少ないと思うんですよね。
なんかもう疲れちゃってもう自分で疲れちゃってって言ってるだけでもメッセージがほとんど入らないという方もいらっしゃるでしょうし、暑くてって言ってるだけでもう本当に暑いことで頭いっぱいになっていて御言葉は全然入らないというケースだってあるでしょうね。しかし御言葉は語られ続ける必要があるのだ、届けられる必要があるのだということですね。そして最終的に御言葉は身を実らせるのだ。神の国の福音は最終的には豊かな祝福をもたらすものとして、命をもたらすものとして人々の心に届くはずだと。これは説教者にとってはとても大きな、励ましのメッセージだと思います。やっぱりね、失敗したっていう気持ち、失敗したという気持ちになることはありますけれども、本当に語るべきことが語られたのかなと思わないわけにいかない日というのは確かにあるんですよね。これは言っとくべきだったのに言えなかったなとか、こんなことは言わなくてもよかったのにと思うこともいっぱいあるわけですよね。私は一応メッセージを全部書くんですけど、全部書いて全部タイプをするんですけども、それに沿ってきちんとやればいいのに、ふと心が緩んでですよ、よかれと思ってでしょうけれども、なんかつまんない例え話を始めるとですね、全くこう逸れてしまうとか、なんであそこでああいう話するわけみたいなことに自分で呆れてしまうようなこともあるわけなので、難しいなと思うんです。にもかかわらず神の国の福音は語られ続ける必要があるんですね。語られ続ける必要がある。皆さんにお配りしたこのノートの中にね、これ何ページなのか、ちょっとページが書いてないのであれですけれども、ボンヘッパーの言葉、ボンヘッパーってね、ナチス の圧政に反対してヒトラー暗殺計画を企てたということで彼は殺されてしまうんですけれども、捕まる前彼は牧会研究所といいますか、牧師研究所の所長だったんですね。若くして大学の教授でもあり神学者でもあり、牧会 研修所の所長だったんですけども、若い牧師を挙げましてこんなことを言ったと言われています。これは面白いですね。ひとたび祈り準備してきた説教を語らせてもらったら、ああ言えばよかった、こう言えばよかったと結果を考えてくよくよしないで、さっさと家に帰りビールでも飲んで安心しなさい、きっと神様があとはやってくれるのだからという。別にビールを飲むとかそれが問題ではないんですよ。それが問題ではなくて、託された人はとにかく語ったらあとは神様にお任せしなさい、自分の誇りにしない、俺もなかなかさ大した説教したもんだ、そうじゃなくて神様にお任せして、神様が一人一人の心の中にその種を浸透させ、そして30倍60倍100倍の実を結ぶ、そういう祝福あるものにしてくださいますようにと祈ってメッセージを終わればよいのだ、そして次の準備をすればよい。でまたその次も例えですね、またイエスは言われ、灯火を持ってくるのはマスの下や食台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない、ここでも聞く耳のあるものは聞きなさいとこうあるんですね。これも分かりにくいですよね。マスの下に置くというのは食材があってそれを消すときに結構そのすすけた匂いという、それが嫌なので、マスでこうマスをかぶして消したというふうに言われてるんですね。そうすると匂いがあまり外に出ないという、つまり光をそこに灯してるのはすぐにこうマスで消してしまうためでもなく、あるいは寝台の上、つまりこうやって消してしまってもベッドの下に置いて隠しておく、そのためではないだろう、食台の上に置くためではないか、隠れているものであらわにならないものはない、秘められたもので公にならないものはない、これはね
イエス様がやってきて、イエス様は世の光と言われたお方ですよね。私は世の光です。そして人々は力ずくで彼を消そうとする、彼を取り囲んで亡き者にしようとする、あるいは彼を取り囲んで自由に話させないようにする。でもそういうために私は来たのではなく、そういうことがあるとしても私は燭台上で輝く世の光としての歩みを続けますよという。ただこのお方に近づいたら自分の心のやましさが暴露され、神の前に悔い改めを促されるということになるけれども、私は世の光としてやってきて、私はそう簡単に消されるために来たわけではありませんよ。これはね、弟子たちにとっては大きな喜びだったと思うんですね。やっぱり身の危険を感じたと思いますよ。イエス様はもうすでにどうやって殺そうかと人々はもう宗教指導者たちは相談しているわけですし、半分パニック状態に陥っている大勢の病人たちがイエス様を取り囲んで、なんとか助けてください、なんで助けてくれないんですかと言って、もうとにかく食事もできないような状況になっている。弟子たちもきっと身の危険を感じて、これ大丈夫なのかなって思いながら一緒にいたと思いますよ。でそういう中で灯火を持ってくるのは升の下や燭台の下に置くためだろうか、燭台の上に置くためではないか、光がそこに来た、それは消されるためではなく人々を照らすためだという言い方ですね。これ弟子たちにとってはとても心強いメッセージだったと思いますね。でまた別の例えが24節、また彼らに言われた、何を聞いているかに注意しなさい、あなた方は自分の測る測りで、測り与えられ、さらにたくさん与えられる、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられると。これはその当時の宗教指導者たちに対してのかなり強烈な批判を込めたストーリーだと思いますけれども、持ってない人は持ってるものまでも取り上げられるというのはね、自分では持ってるつもりでいる人たちのことです。自分では持ってるつもりでいる、本当は持ってないのに。でそういう人はますます取り残されるという、ますます遠くに離れていく。神の恵みを受け取ってる人は、つまり自分は取るに足りないものだけれども、神の恵みによって生かされており、神の恵みによってこうしてこの方を主と仰いで生きている、そのことができている人はさらに豊かに与えられるようになる。でもこの人に学ばなくても大丈夫、あの人に学ばなくても大丈夫、もう私自分で十分だからと言ってる人は、自分の持ってるものさえも気づいたら何もないような状況になっていくというメッセージです。これ強烈なメッセージだと思いますね。やっぱり牧師とか教会のリーダーたちの一つの危険な部分というのは、分かっているつもりになっていく、なんとなくこう霊的な優越感というか、もう私知ってるからとか、ああもう私学校に行ったからとか、もう私十分に学んできたからとかいう気持ちで人々の前に立てば立つほど、その人の無力さといいます、その人の浅さが見えてくるんですね。結構こういう形で自分を晒すというのは勇気のいることですよ、ね、こういう、ね、私のようにこういう形でこう、ね、みんなの前にこう晒しているのはね、結構勇気がいるんですよね。誰が見るか分かりませんからね、テレビだってね、ちょっと全く分かったような顔してというふうにおっしゃる方もおられるかもしれないし、でもね、何も分かってないけれども、神の恵みを受け取って、神に本当にこう語るべきことを託されて生かされているというところから始まって、いろんな意欲が与えられて、準備をするという気持ちになって、人々に語らせてもらおうという気持ちが整えられて、こういう働きが継続できているというのは実にありがたいことだなと私は個人的に思っているんですね。いずれにしても、聞いて信頼する、聞いて従う、
そして分かったふりをせずに、聞いた事柄をしっかり心に蓄えながら、こう感謝しながらついていく、その教えに感謝しながらついていく、そういう姿勢が非常に重要なこととして教えられています。でくどいですけれども、こういうのって例えですから内容を批判しようがないですよ。これね、いかようにも取れるから。だから霊的なこととは全く関係なく理解することだってできるわけですね。どういうふうにでも解釈はできる。でも分かったつもりになったときは危険だということなんだと思います。そしてその後は成長ということが出てきます。またイエスは言われた、神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きをしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。まあ収穫の時というのは、聖書の中で、新約聖書の中で収穫の時というのは、まあこの世の終わりであるとか最後の裁きであるとか、そういうことをこう連想させるわけですけれども、神の支配というのは、神の御言葉の種がまかれて誰もわからないうちにその人の心の中で成長していくものだ。誰もわからないけれども、なんかある時気がついたら、あ、神様に愛されてるんだということがわかるとか、あ、こういうことのために生きてるんかなとか、あ、やっぱり神様っていてくれたのかなとか、そういうようなことがこう気づきとして与えられてくる。誰がどういうふうに成長させる、そういうものとは違いますよということなんですね。これはですね、まあいろんな説があるので難しいって難しいんですけれども、実は現代社会はほとんど教会の成長とかクリスチャンの成長が、いわゆる一般社会のビジネスモデルとすっかり同じように語られていて、こういうふうにし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 て成長していくんだよとか、こういうふうにして、こういうふうにして教会を大きくしていくんだよとか、こういうふうにして霊的にこう作っていくんだよとか、そういう教えが結構ありますけれども、それはこのイエス様の教えとは随分違うんですね。種がまかれて、その種がその人の中でこう結実していくというプロセスは、神がその人を通して働かれることであって、決して人間が作ったプログラムによってそれがなされるわけではないということなんですよね。でも私たちはね、どちらかというとやっぱりそういう人間の作ったメソッドというかね、方法論というか、それが好きですから、なんとなくその線に乗ってればこれで大丈夫と思いやすい。でもそれがもし人間の企画であるなら、その出来上がった時の喜びは神の賜物としてではなく、人間のプログラム、これが良かったねという話になってしまうので、全く本末転倒になってしまうことがある。神が育ててくださるのだ、神が養い育ててくださるのだ。もちろん私たちは必要な時に水をあげたり、ね、必要な時に草を刈ったり、そういう周辺的な作業は必要ですけれども、その人の内側を育ててくださるのは神様だと。礼拝を通して御言葉が語られ、賛美が捧げられ、祈りが重ねられて、そういう中で自分の心が本当に養われて育っていくというのを見るとき、ああ、なんかやっぱ神様がなんかいろんなことをやってくださってるんだなということを一番うなずきやすいといえばうなずきやすいんですね。別に MACF を誇ってるわけではないんですけれども、礼拝だけしか、まあ、表向き礼拝だけしかやってないという言い方をしてるわけですけれども、何もない教会ということで有名なわけですが、でも何もないと言いながら神の命がその人の中にこう育っていくのが一番分かりやすいといえば分かりやすいですね。そういう形で、成長していく、種は成長していくのだ。で、神が成長させてくださるのだ。まあ問題は私がそれを信じているかどうかですね。なんか私がよっぽど頑張らないと成長できないような、
でもね、種がうんうんうなってるわけじゃないですよ、実際はね。まかれた種がうんうんうなってるんですよ。困ったなって言ってるわけではないですよね。その土からの栄養を取って周辺的なものをいろいろ吸収しながらふってこうね、芽が出るわけですけれども、神が成長させてくださるのだ。それを信じて語り、それを信じて礼拝を捧げるんですね。基本的に最も必要な部分ってそれですよね。神が私を知っておられて、神が私に必要なプロセスを備えて、神が私を成長させてくださるのだ。私はただただ神に信頼して礼拝者として丁寧に御言葉に向き合っていけばよいのだという話です。その次はからし種の例え。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、 どのように例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。神の支配って言うけれども、要素、神の国っていうのは神の支配って意味ですけれども、状況を見ると神の支配なんかないように思える。ただ私はそれを信じて祈ったり礼拝をさせたりするけれども、状況的に神の支配がここにどこにあるんだろうと思えるような、そんなことから始まったとしても、神の国の支配は間違いなくその人の中で大きくなり、その人と関わる人たちの中で大きくなり、やがて大きな木に成熟するというメッセージ。教会の成長と重ねてこれね、語られることが多いですけれども、必ずしも教会のということだけでなく、自分個人の霊的な資質ということで考えてもそんなもんだろうなと思うんです。時々私たちは自分の信仰は小さい、大きな信仰を与えてくださいって祈る、ね、ケースがありますけれども、大きな信仰はいらないですね。私たちはむしろ小さな信仰でもいいから大きな神を信じることが必要なんですね。私、小さな信仰から始まるんです、みんな。でも大きな神を信じるんですよ。でそこがすごく大事な部分ですね。で、からし種ってね、本当にね、吹けば飛ぶようなっていう感じの種ですね。もう見えない、ちょっと目が悪くなると全然見えないぐらいの小さなものですけれども、そこにやっぱり命があるわけですね。神の国というのはそういうものだ、あるいは神の祝福というのはそういうものだと考えてもいいんですね。そして33節、イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かに全てを説明された。なんで弟子たちだけに説明したかというと、弟子たちは誤解する可能性が少なかったですから、具体的にこういうことだよと言っても問題なかったんですけど、多くの人に具体的にはこういうことだというと、おー、今あいつこんなこと言った、あんなこと言ったと言って揚げ足取られて捕まる可能性があったわけですね。そしてもう一つは、弟子たちはやがてイエス様が天にお帰りになってからは、弟子たちは御言葉を語る役割を託されていますから、具体的にも分かってないとまずかったわけですね。そして人々の聞く力に応じて多くを例えで話された。例えの話というのはね、いろんな風に考えられるから興味深いですね。その人に合った解釈っていうのがあるんですよ。その人に合った解釈の仕方がありますから、その中に神の恵みを見つけりゃいいわけですね。ですからこれが絶対的なこの例え話の唯一の答えです。そうではなくて、私にはこの例えはこんな風に感じます、でもそんな中で神様の支配とか神様の愛とか力とか、そういう風にこういう風に感じるんですよね。それは一つの聞く耳のある聞き方なのだと思います。それは強要することはできないし、人によってそれは自由でいいんですね。その人の比較する必要ないんですよ。みんなそれぞれ 聞いて従えばいいわけですからね。で、最後のパラフレーズですけれど、フレーズですが、35節、その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。
イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。イエス様も疲れ果てていたと思うんでね、船に乗ってすぐ寝てしまう。で、漁師である弟子たちがびっくりするほどの突風が吹いてくる。まあ悪魔的なということを感じるわけですね。悪魔が集中的に命を狙うということもあったと言われているわけですけども。で、そこで弟子たちが大騒ぎをしてイエス様を起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかという。この訳はなんかすごいですよね。先生、私が溺れても構わないんですかっていう、なんかこの嵐はあんたのせいだよみたいな、そんなイメージですもんね。ここに弟子でありながらもまだイエス様の本質が分かってない弟子の姿があるんですね。弟子たちはイエス様が大勢の人たちの病を癒し、悪霊を追い出す、そして権威ある言葉を語る、間違いなく神の支配について真実を語る、教える、そういうことのできる方であることをすでに何回も見てきたはずですね。でも自分たちがそういう嵐の真ん中にいると、もうパニックを起こしてしまって、イエス様に対して何もしてくれないんですかってこう文句を言うというのは、イエス様としてはどうだったのかなと思いますよね。イエス様の言葉は、こっちの本田先生の役では、お前たちはなんと臆病なのか、まだ信頼を持って当たろうとしないのかというところになるわけですけど、イエス様と一緒に行って大群衆の中で語り、いろんな病人を癒したり手当てをしたりするのを目の当たりにし、悪霊を癒しているのを目の当たりにしているにもかかわらず、そのお方が一緒にいるということが分かっていても、まだ安心できない。人の心ってそういう面ありますよね。なんか安心できない。小さな子供の方がむしろ素直かもしれないね。怖いという感情は当然あっていいんですけど、怖いという感情があっても、でもお父さんが船長さんだったりすると、大丈夫、お父さんがいるからって自分に言い聞かせて結構頑張ったりするわけですね。弟子たちにはそれもない。私がどうなってもいいと思ってんですかみたいな、なんかそういうのって信頼がどこにあるんだろうって、言い方によってはこれ信頼の言葉じゃないですよね。ここにある言葉は少なくともね、先生、私たちが溺れても構わないのですか、これ信頼の言葉じゃないですよね。弟子の方の言葉じゃないような気がしますね。でも弟子たちも本当のところまだこのお方がどういう方なのかということについて、頭の中ではなんとなく分かっているような気がしていても、心の深いところではまだ分かってないんですよね。分かってない。私たちは時々神様に文句を言うことがありますね。なんで私にこんなことをさせるんですか、なんで私にばかりこんなことが起こるんですか。いや、イエス様が一緒にいるとすれば、そのこともイエス様も一緒に通過してくださるはずなのに、なんか見捨てられたような気分になって、自分だけが苦しんでいるような気分になって文句を言うというのは、別に弟子たちだけではなく私たちの日常の中にもありますね。でもイエス様は直接この風を叱り、湖に黙れ静まれと言って風が止む。弟子たちはこの出来事から何を学ぶべきだったんでしょうね。このお方は主と呼ばれるにふさわしいお方だということを学ぶ必要があったんですね。このお方は主と呼ばれるにふさわしいお方、
メシアと呼ばれるにふさわしいお方だということを弟子たちは学ぶ必要がありました。とはいえ人間的な尺度で、人間的な尺度でイエス様を見ようとしていて、人間的な尺度だけでこの嵐をこうね見てしまっていて、やっぱり恐怖心が先に立ってしまう。私たちも似てるかもしれないなと思います。私は実は大学生の時にヤングという、まあ、オーストラリア人の宣教師ですけれども、ヤングさんの集会を時々手伝ったことがありました。仕事が少し時間の空いた土曜日とか日曜日に、ヤングさんが開いた集会の手伝いで司会をしたり拍手をしたり、ギターを弾いたりというのをやりました。ヤングさんは生活はとっても質素な、子供が5人ぐらいいたんですけど、とっても質素な生活をなさっておられるオーストラリア人の宣教師で、とても明快なメッセージをする方でした。とても分かりやすいメッセージだったんですね。ある時イエス・キリストは主ですというメッセージがあって、嵐を鎮めるとか病を癒すとか人々にパンを分けるとか、そういうことができるというのはこのお方が主だからですというメッセージがあったんです。私はそれを聞いた時にとても複雑な気持ちになったんですね。それは聖書にはそう書いてあるけれども本当かなっていう、本当かな。でもヤンさんはとてもこう忠実にというか誠実にそのことを話して、信じられない人もいると思いますけれども聖書はそう教えてるんですって言って、で私はこのイエスという方をそういう方として信頼していますというメッセージからね。で私ももちろんイエスも信じてないわけじゃないけど、何もそういう初めての人が多い中でこんな奇跡の話なんかしなくてもいいのにと思ったんですよ私。でもヤンさんのその話を聞きながら、できることなら私はこの人が持ってるような信仰というか、この人が持ってるような信仰を持って、この人が持って、この人が見せてくれてるような生き方をしたいもんだなと思ったんですね。信仰がなかったわけじゃないです私、クリスチャンでしたけれども、この人が持ってるような信仰とこの人が生きているような生き方をしたいものだなと、まあ、そんなことがあったので、ヤムさんがオーストラリアに帰られてからしばらくして私のところに連絡があって、私が出た学校でよければ紹介するけどっていう話があった時、私はもしあの学校に行ってそういう部分を見ることができ学ぶことができるんであれば、私はもう本当に何の躊躇もなく行かせてもらおうと思ったんですね。それがオーストラリアに行った最大の原因です。単純でもいいけれども本当に誠実にイエスを信頼、主として信頼し、質素であったとしても本当に誠実にイエス様に従う生き方をしたいものだという願いは、実はそのヤングさんの生き方を見ていろいろ考えさせられたんですね。子供が5人ぐらいいて大変だったので、彼は自分の家を借りてたんですけれども、自分で材木買ってきて部屋をこう建て増ししてですね、子供たちの部屋を作って、でそれと同じことをオーストラリアでもやってくれてですね、ウィークエンドに私が帰るために部屋がなきゃ困るからって言うんで、自分の家のバルコニーを潰して私のために一部屋ですね、材木買ってきて何から何か全部自分で作ったんですよ私のために。でここね、ウィークエンドお前の部屋だからお前ここで自由にここ使えって言って、そんなことをしてくれる人に会ったことはなかったので私はとても感動したんですね。でもそれをヤムさんは基本的にはイエスに信頼しているものはそういう心が与えられて、自分は何もないけれども神様はきちんと備えてくださるのだというようなことを丁寧に教えてくれたような気がしたんですね。一家5人、子供が5人いて、それでまだ学生で、で留学生のために全部費用を出して
学費も生活費も全部出して賄おうとするのはすごいことだと思うわけですよね。でも何にもこう照らうことなくというか、何も大きなことをしているということを不意調せずに淡々とそれを見せてくれた。私はそういう心を持ちたいものだと本当に思いました。そしてそういう生き方こそイエス様は弟子たちの中に求めたものなんだろうなと。嵐もあったに違いないね、さまざまな困難も苦労もあったに違いない。でもそんな中で本当に見事にこう淡々と乗り越えていくというか、淡々に船を進めていくというか、そういう姿勢を私はなんか見せてもらったような気がして、そういう人を近くに置いてくれたことは私は神様にとても感謝したんですけども、釈義というよりもなんかお説教になってしまいましたが、ぜひ帰る道々、この今日渡したこの私のメッセージですね、4章のメッセージをぜひちょっと読んでですね、言葉で語れなかった部分もいっぱい書いてありますので、ぜひ読んでほしいと思います。一言になります。恵み変えての父なる神様、御言葉を学ぶ楽しみをますます私たちの心の中に教え、あなたに整えられて世の中に出ていくことができるように、決してリーダーになるとか素晴らしい働きをするということがないとしても、普通に世の中に生きるそのための力をあなたがお与えくださることを信じて、淡々と感謝しながら礼拝しながら生きていくことができるようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。